こんにちは田中雅です私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳家などをやってるんですけれどもこのチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことをどしどし共有させていただくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども本日取り上げたいトピックは「 えー、えー、ユーチューバーがなかなか、えー、テレビで取り上げられない、えー、出演できない理由について、えー、現役、えー、テレビ業界の人間として、えー、ちょっと思うことを語らせていただきたいなと思っておりますえっとですねあの最近あの1本、えー、大物ユーチューバー同士が対談している動画を視聴させていただきまして、まあ、お一人はあのー 政党、まあえー、を率いていらっしゃる代表の方で YouTuber としても活躍されている方もう一人は、まあ、もうビジネス系インフルエンサーの大御所の方ですよねもともとすごい大きな企業をやられていて、えー、今はそのお一人でいろんな事業をやられているってい,う、えー、いろんな事件,事件がありましてやられているって方なんですけれども、まあ、お二方の対談は動画はちょっと概要欄に貼り付けておきますので、えー、ここから私から直接な言及っていうのを避けさせていただきますが でちょっとその動画を視聴していていろいろ思ったことがありましてあの、まあえー、お二方が語っていらっしゃったことは、まあ、兵庫県知事選のことに関してあのテレビでのとの取り上げ方と、えー、大手メディアですねテレビ新聞あとあのネットとか SNS でのムーブメントの違い、えー、そういったもののなんか対立構造的な部分で語らせてていいただいて語っていて でなぜそのテレビはこういったことを取り上げなかったのかとかえようなこともおっしゃっていたんですけれどもまあまあまああのー、全体的に納得できる部分もあり共感できる部分もあればちょっとこれは、えー、違うんじゃないかなっていう部分も、えー、あったりはしてまあ個々の内容をしっかり覚えてるわけじゃないんですけれどもあのー、語ってらっしゃったことがお二方があの、まあ、テレビに、えー、自分たちが取り上げられないっていうような 理由まあ、別にそこに関してお二方とも別に、えー、後悔しているとか何か不満とかあるとかそういった話じゃないんですけれどもあの、まあ、自分たちのメディアがあるから大丈夫だしみたいなことをおっしゃってましたしあとはまああのなぜ何、えー、かこう取り上げられない人にい事象が追っ が扱われていないな、えー、一つの事象でしか扱われていないんじゃないかっていう一つの件につき、えー、選挙でも何でもそうなんですけどそういったことを、えー、ちゃんと語っていらっしゃった語っていらっしゃって、えー、僕自身はまあそれに引きつけてそのなんか そういった方々が、まあ、例えば YouTuber とかの方々って、あの、なかなかその、まあ、ヒカキンさんであるとかっていうのは全然治療派とか出てますけれども、そういった方でない方々って、えー、まあ、ヒカルさんであるとか、えー、そういった方々って、なんかあ、まあ、宮迫さんとかもそうですよね。今は YouTuber やられてますけど、なんかテレビに出られてない方っていらっしゃると思うんですけれども、まあ、なかなかその中には、えー、テレビに出たいと思っていらっしゃってる方も、えー、いらっしゃるようで、僕が今挙げたお二方、 分かりかねますのであんまりそこに関して言及しないんですけれどもなかなかそう例えばあの事件を起こした事件というかまあえトラブルというか,なんかこうえニュースで取り上げられたりしてスキャンダルが起きたりしてなんかちょっとこう地上波から消えてしまったって方いらっしゃったりするじゃないですかで今回その対談していたお二方もなかなかそのテレビに出ていないっていうことで。 なかなかとかも全く出ていないと思うんですけどもなぜそういったことが起こるのかっていうことについて、まあ、ご本人たちはあの、まあ、ご本人たちというよりも多分そこに集まってお二方のフォロワーの方とか応援する方々がそう思っているのか方が強いと思うんですけれどもあの、まあ、圧力をかけているとか真実を報道させないために、えー、2人をこの2人を地上波は出さないんだみたいな。 えことをなんか多分思ってらっしゃる方って多いんじゃないかなと思うんですけれどもこれちょっと違うと思うんですよ僕自身テレビ業界の人間として何て言うかそのやっぱりテレビテレビってあの公共の電波を使う以上まあ地上波のテレビはなかなかその別にこれはあの忖度してるとかあのー 忖度してるとか圧力をかけてるとかじゃなく、その番組のフォーマットであるとか、ルールに従えない人は、え出すことはできないというか、出さ、出してもなんかこう、その移行、移行というか、そのルールとか枠組みとかに沿ったことを、え言わないというか、もうコントロールしきれない人は、もう、ちょっと、コントロールしきれないそうな人は、ちょっと、あの、遠慮させ、あの、 出すえ起用することはできないっていうような、えー、不分立というか多分これ多分皆さんの会社とかでも会社とかもお勤めの会社とかをイメージされてもそうだと思うんですけれどもなんかこうどなたかに仕事を依頼するとしてなんかこの人、えー、よからぬことを言いそうだなとか、えー、なんかこう違うことをしてくるんじゃないかとか、えー、こちらの意向とちょっと違うことをしてきたりとか。 あのー、なんかこうこちらのプロジェクトをなんか、えー、かき回すようなことをしてこないかって思った方々にはなんかこう例えばその人が、あのー、すごい人だったとしてもなんか仕事って頼みづらいというかなんか、えー、契約とか結びづらいと思うんですけれどもだからそれと全く同じでそのやっぱテレビってまあ大所帯で作るんで。 あのプロデューサーさんがいてディレクターさんがいて AD さんがいてで他の出演者もいてでそもそもこういう企画をやりますっていうもう放送作家であるとかプロデューサーとか考えていてそのフォーマットの中で、まあ、情報番組でもバラエティでもそれは一緒で,でその企画を成立するための人材を裏方であれ表方であれ え集め出役であれ集めてそれで一緒にやるっていうようなえその一つのプロジェクトのプロジェクトや番組の企画の成功を目指して一緒にやるっていう形になってくるのでまあ報道情報番組とかだったらあのなんか以前のコメントであったんですけれどもあの局の意向に沿ったコメントしかできないんだみたいなコメンテーターはおっしゃってる方もいらっしゃったんですけど実はそうではなくってまああのコメンテーターのとして出演されるタレントさんとかね の方々にもまあ、最,大限最,最大限のあの自身の、えー、思ってることっていうのは言っていいって形にはになってるんであの別にそれが忖度だとかスポンサーのご近制とかじゃなくって、えー、ただそのあまりにもそううなんかこう言ってはならぬような発言をまあそれはその公共の公共両族に公女両族に反するような、えー、ことを、まあ、別にその 今回対談しているお二方が言い言わないとか言いそうだとかそういうことは別にして、なんか、えールールと外れてしまうようなこと、なんかこう、大幅に秒数を、え用意、当て、与えられた秒数をオーバーしてしまうようなこととかだったりとか、えこう、まりちょっと表現難しいんですけれども、なんか、ちょっとこれはよしくない、あの、こう、電波に乗せてはいけない発言なんじゃないかっていうようなことをしてしまいそうな人たちは、ちょっと起用することができないので、なんというか、 圧力をかけてるとか、えー、こう真実を隠すために、えー、取り上げこういう人たちは起用でしないんだとかってこういうことではないっていうことをちょっと私は言いたいと思ってるんですけれどもなんですよねやっぱりそのやっぱり、えー、一つの物事を作り上げていくっていう上でそ,のそれに沿わない人たちっていうのはやっぱり起用しづらいですよね。 えー、特にそのまああのー、まあえー、僕たちもあのー、テレビの人たちもそんなに、えー、こう知識がないわけではないのでちゃんと調べてるんですよそのどういったトラブルがあったであるとか裁判で負けてるとかえー、いろんな裁判を起こし裁判で負け続けているであるとかえー、まあ誰,に誰とは言わず、えー、そういうふうな こととっててちゃんん調べてるんで私たちもなんかそういった事情がある方たちをなかなかちょっと、えー、取り上げるっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなって取り上げたくてもあのなかなかちょっと OK 出ないしそもそも <laughs> ちょっと、えーまあ、多様な意見を求めるっていうことはすごく大事なのは分かってるんですし貴重な意見を言ってるとは思うんですけれどもなかなかちょっとそれは公共の電波、えー、だからこそ 逆に難しいというような意見をと思ってるんですよ。なんか今回そのインフルエンサー界隈の中でそのテレビ局を買おうというかそういうような動きが出てると地上波を取りに行かないとこのままではあの報道がちゃんとされないからっていうようなことはあって、まあ、動きは出ているっていうのをちょっと耳にはしたんですけれども実際にんか投稿とかご覧拝見してるんですけれども SNS 上に。まあ まあ,まあそれも一つの手段だとは思うんですがまあ公共の電波だからこそ何やってもいいわけじゃないんで逆にその電波を取ってテレビ局を開局したからといってまあそもそも開局まで認可が下りないと思うんですけれども総務省とかからのえなかなかそれはそのなんか無法地帯みたいなある意味 YouTube のような無法地帯のような場所でやられている方々がその何かしら自由に発信できる場っていうのはやっぱり YouTube になってきちゃうんでそのやっぱり、えー、地上波としてやっていきたいんだったらその、えー、地上波になちゃんとで出てあの報道番組であり情報番組でありニュースであり意見していきたいんだったらやっぱりその何というかその、えー、こうまあやっぱりイメージというかあんまりこの言葉使いたくないですけどイメージと印象というかなんかこうちゃんとルールを守ってくれそうだなっていうような、えー、印象を与えないといけないと思うんです。 そのルールを守ってくれなさそうな方々にちょっとオファーはできないので、あの、ま,まずその態度を示していただくっていうことが。 すごい上からの目線になっちゃって申し訳ないんですけれども、えー、要なんじゃないかなと、えー、私自身は、えー、思っております。もちろん、その、これはテレビ側にも言えることだってテレビ側が、例えば、テレビの人たちが YouTube にやろうとしても、YouTube には YouTube 上のルールがあるから、そこにアダプトするような、適応していくような態度を示していかないと、えー、まあ、例えば、チャンネルを立ち上げたとしても、成功とかっていうのは難しいと思うんで、お互い様だとは思うんですけれどもね。 なんで私自身は別にそういうふうに思うから何か圧力をかけてやるとかえそういうようなことではないし真実を隠すとかえこう偏向報道をするために取り上げないとかえなんかそういうふうなことではないと思うしそうではないというのが事実だと思うからなかなかその難しいとは思うんですけれども。 お互いにそのまあ歩み寄りの態度っていうのは見せていきたいと思いつつえまあどちらかっていうとそのまあテレビ局にが安心して取り上げられるようなあの行動っていうのを示していただきたいなと思っておりますそういった YouTuber の方々であるかインフルエンサーの方々に私たちも水面下で応援している方々っていらっしゃると思うんで。 はい。ぜひとも頑張っていただきたいなと思っている次第であります。はい。この動画ご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画が良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。